無事にフィレネに入れましたね。今のところイルシオン兵を見かけませんが。奴らの狙いは王城かもしれない。であればフルルの港に向かおう。そこ。神竜様が初めてフィレネに来た時にも訪れた場所だよ。懐かしいですね。あの時の美しい景色、よく覚えています。あ、どうしたんだい神竜様。煙が見えます。北東の方角に。北東？フルルの港の方角だ。奴らまさか。急いで向かいましょう。ルシオンの船が。これ以上の上陸を許せばフィレネ王国が落とされてしまいます。港を守り、それから村人たちの救助を。あら、まあ大変。村がめちゃめちゃですわ。セピア、ベイルまで。まさかこれはあなたの仕業ですか。どういうこと？行き先を知っていたのはグリが指示をしたからだったの？言いなさい、グリ！確かに俺はこの襲撃を知っていた。でも指示は俺じゃない。じゃあ一体誰が？あなたですわ、ベイル様。え？今こうして村が燃えている。僕ちょっと遅れちゃいましたけど、いただいたご命令通り村の者たちは皆殺しにしますからね。皆殺しって、ひどい。どうしてそんなこと。どうしたんですか。登場だなんてベイル様らしくな。あ、これもしかして戻っちゃってる感じか。戻ってる、どういうこと？誰か教えてよ！ねえ！ベイル様、この状態のあなたに付き合うのもいい加減面倒になってきましたわ。ここからは真実をお話ししましょう。神竜様方もよくお聞きになってくださいね。真実？欲しいというソンブル様の命に背き、平和などという幻想を夢見て、邪竜として当然の力も持たぬ欠陥品であるあなたでは邪竜の娘としてふさわしくない。そこで魔の力を持つ竜族であるこの私がソンブル様にお力を賜り、あなたに少し細工をさせていただきました。人間を殺すことなど何とも思わなくなる。あなたはソンブル様の手となり足となり、神竜ルミエルを殺し指輪を奪い、各国に異形兵を差し向けていたんですのよ。そんな、私が。じゃあいつも知らない場所にいたのは。あなたの意識が眠兵を自分で討伐していたなんて。その上ソンブル様の娘ともあろうお方が神竜とお友達だなんて、バカバカしくて笑っちゃうわ。私、みんなにひどいことを。母さんを殺したのは。ここから先はもうあなたは不要ですの。深く深くお眠りくださいね。いや、様、誤解が解けましたわよ。セピアもクリも、みんな私の味方なんかじゃない。
かりしてください。今そっちに。おっと、そうはさせないぜ。ご苦労でした、セピア。おかげで存分に戦えそうですね。英雄王の指輪をここに。はい、ベイル様。メルス！シクヨ、お前たちも準備を。承知いたしました。ああ、楽しみです。やっぱりそれなりに抵抗してくれないと面白くないですね。ねえ、神竜様。記憶の共有がうまくいっていなかったせいで、あなたがお友達だということこの前は知りませんでした。失礼を許す。そうだ、戦う前に面白いものを見せてあげます。久しいな、我が子よ。そして神竜。ハイヤシンス王。謝罪なんて必要ありません。あなたなんかベイルじゃない。私だってベイルです。私こそがベイルなのですから。ここにいる私だけが邪竜の娘たる存在だと今から教えて差し上げます。みんな戦闘準備を。戦いの邪魔になるので、それはちょっといじらせてもらいました。なんてことを。これは罰ですよ、アイビー王女への。私、デスタン大教会ではよくも指輪を奪ってくれましたね。私ずっと思っていたんです、いつか仕返ししようって。承知した。戦いというの、お父様と。こんなこと、もうやめてください。これがどれだけ酷なことか、あなたにはわからないんですか。わかりません。こんなに楽しいことありませんから。あなたたちこそ分かっていますか。この場所には全ての紋章師の指輪